はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルータです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。初めての方もよろしくお願いします。ということで本日なんですけれども、北山宏光さんのデジタルサードシングルベッドを見た感想、そして一緒に動画を見ていきましょうっていう形でちょっとお話を進めさせていただけたらと思います。本日もよろしくお願いします。前回のねジョーカーに引き続きまして、今回はベッドという曲をね、聴かせていただきました。で、こちらのベッドという曲はですね、2024年の2月の23日にオフィシャルミュージックビデオの方が YouTube の方でアップされました。まあ、位置づけとしてはデジタルサードシングルっていう形で3つ目のねデジタルシングルになるんですけれども、1個目の乱心であったりとか2個目のジョーカーとは全く違った楽曲になっております。どちらかというと乱心であったりジョーカーはですね、少しこう激しかったりとか、世界観がすごく独特であったりとか、ちょっとこうね、過激な作品だったかなというふうにも思うんですけれども、今回のベッドはですね、非常に上品でおしゃれで色気のある、そんな楽曲になってるかなというふうにオフィシャルミュージックビデオを見て、動画でもこう歌詞の方でもね感じることができましたね。で、私このねベッドの歌詞の中ですごく好きなところがあって、2番目の歌詞なんですけれども、人生そんなに甘くないと見せかけてたまに甘いっていう歌詞があるんですよね。で、これがねまあ歌詞もいいなと思うんですけど、言い方がいいんですよねちょっとね、こう北山くんの遊び心が少しこう言い方にもね溢れてるような感じで聞き取ることができたので、ぜひここはですねルータのおすすめポイントとして聞いていただけたらいいなと思います。はい、あとはですね、歌詞で好きなところとして、まあこの曲でね何回も使っていただいているフレーズとして、何十回何百回何千回僕らは今日落としてサインを投げるというフレーズをね、サビのところで毎回北山さんに歌っていただいてるんですけれども、まあこれはねあくまでこう私個人の、解釈にはなってしまうんですけれども、結構ね自己啓発のね本とか、まあもう29なのでいろいろね、ちょっといろいろな、考え方を吸収していかなきゃなと思って、読んだりするんですが、その中の本のね一つに、なんか人って1日に7000回選択をしてるっていうね、風に書かれている本があって、まあ、ちょっとどこまで本とかはわからないんですけれども、そういう風に書かれていて、でまあそのねいろんな選択がある中で、自分がそれを選んだ結果、多分どの選択をしたかによって結果が全部ねこう変わってくると思うんですよね。まあある種これがねギャンブルじゃないですけれども、その選択に自分が決断してかけて、まあ、結果どうなるみたいなところが、なんか個人的にはこのねフレーズにすごいリンクするところがあったりして、まあ今日落としてというところで、毎日何かにこうベットして、それで人生を生きていると、一つのライフとなるというところが、個人的な解釈としては、一個一個の選択に自分的に身を委ねて毎日を生きてるんだなっていうふうに、こう改めてね教えてくれる、そんな歌詞になってるなというふうに思いましたね。はい、でまた北山宏光さんね、このベッドをまあリリースするにあたってこういうコメントをいただいてるんですよね。ちょっと読み上げますね。いつかどこかで出せたらと数年前から温めていた一曲です。一度聴いたら耳から離れないメロディーと大人の色気を感じるアレンジに仕上げられた、前作たちとは全く違ったアプローチの楽曲となっています。人生の選択かっこベッドをミュージックビデオの方でも表しているので、何十回何百回と聴いてほしい、見て楽しい楽曲となっています。そしてザ・ビーストもとんでもない曲に仕上がっています。ぜひよろしくお願いします。ということで、ちょっとねベッドだけじゃなくて、一応このベッドという歌はですね、4月5日にリリースされるセカンドシングルに含まれている
楽曲でして、まあ、そのカップリング曲がザ・ビーストという歌になるんですけれども、まあ、そっちもね楽しみにしててくださいねってコメントはいただいてるんですが、まあ、北山さん自身もねまさにその大人の色気であったりとかメロディー感をすごく意識されていたというところで、実際にそれもね私一番最初に動画を見て伝わってきたので、すごく伝わってきてます、北山博光さん、はい。うん、そんな感じですかね。ということでこのベッドですね、早速ではあるんですけれども、ちょっとね一緒に見ていけたらなと思いますんで、また画角を変えていきます。はい、ということでここからは副音声で少しお話ししていきたいと思います。いや最初からかっこいいですね。この扉でモノトーンを使っています。おしゃれですね。モノトーン基調から始まるとちょっと目を引く感じになりますよね。はい、そしてカラーが入りました。なかなかにキレのあるダンスを踊られてますね。で、このオフィシャルミュージックビデオの特徴なんですけれども、結構ねダンサーの方とか出演者の方が海外の方が多くて、まあそういった意味からもですね、結構海外のカジノとかをイメージしやすいミュージックビデオになってるんじゃないかなというふうに感じました。あとはですね、この北山くんが羽織っておりますこの緑色の服がねすごいおしゃれなんですよ。このね服を用意したディレクターさんに感謝を伝えたいです。ベストの服をご用意いただいて本当にありがとうございます。はい、そしてここがサビの部分ですね。何十回何百回何千回僕らは今日として最後を投げると、いやー深みのある歌詞ですよね本当に。あとねこの PV を見て思うのが北山博光さんの若さですよね。とても30代後半の男性には見えない、めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこよすぎるな。ちょっとね少しぼやかしているので、ぜひしっかりとした動画は概要欄の方に URL リンク貼っておりますので、そちらから見ていただきたいんですが、北山くん本当にかっこいいんですよ。このね世界観にすごく入り込んでいて、さすがエンターテイナーを感じる方だなと思います。はい、でここがですね私ルータが一番好きなところで、人生そんなに甘くないと見せかけてたまに甘いのとこですね。ここもぜひ注目して聞いていただけたらと思います。本当におしゃれなミュージックビデオですね。北山くんのこの髪型もね非常に似合ってますよね。髪上げてる方が僕は個人的には好きですね。はいはい、さあそろそろ2つ目のサビが来ますね。2番のサビ来ました。ここはねまた1番のサビとは違って、北山くんを中心にこう周りのダンサーの方々がね絵になって回ると、そういうモチーフで作られてますね。なんかカジノのね雰囲気とは一変して裏路地みたいなところで、このコンセプトもまた非常におしゃれですよね。かっこいいな。もうね僕もずっとニコニコしながら見ちゃってるんで、自分でね自分の動画を見返してすごく恥ずかしいんですが、やっぱりねこう自然と笑顔になってしまいますよね。今さっきチラッと映った北山さんのアクセサリーもいいんですよね。ギラギラしててこのベッドという曲にすごく合ってると思います。はい、あとはこのベッドのダンスですね、まあ、今までのこうランシンとかジョーカーとは違って、少しこうゆったりとした大人の余裕、大人の色気があふれるダンスになってるかなと思いますね。あんまり激しさを感じないので、まあダンスを見てる分にもこのベッドに非常に合ってるんじゃないかなと思いますね。さあラストのサビのメインのところですね。かっこいいな。もう何度かっこいいと言っても言い足りないぐらいに北山博光さんがすごく眩しく見えます。この世界観がいいですね。素晴らしい。はい、そして最後ここね、指で四角を作る最後ここのところがめちゃくちゃに素敵なビジュアルをされてます。さあベッド終わりました。もう拍手喝采でございます。最高の作品をありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか、北山博光さんのベッド。まあちょっとね少しこう
ぼやかしている映像にはなってしまうので、ぜひこのね動画の概要欄にオフィシャルミュージックビデオの URL を載せておきますので、そちらから一度でいいんで聞いてみてください。すごくね、今までの乱心とかジョーカーとは違った北山宏光さんのね新たな一面、すごく大人らしい素敵な男性の一面をね、オフィシャルミュージックビデオで見ることができるかと思うので、うん、一回ぜひ聞いてみてください。はい、本日はそんなところですかね。今日はですね、2月の28日水曜日というところで、まあウルード氏なのでね、29日明日までありますが、もういよいよ2月も終わりになりますね。私ルータも29歳になってもう3ヶ月経つのかと思うと、30がね徐々に迫っている危機感があるんですけれども、まあこうやって自分のね趣味をこう皆さんにね発信できていることにすごく喜びを感じてますし、この趣味をね体現してくださっているアーティストの皆さんであったりとか、スタッフの皆さんであったりとか、とても感謝をしています。はい、何よりね、この動画をね一緒に見て、まあ、コメントだったりとか、まあ、高評価はもちろん嬉しいんですけれども、何かこうね、まあ、そういった形に残さなくても動画を視聴していただいて、なんか共感とか、あ、分かるなとか、自分だけじゃないんだこういう感覚持ってるのとか、なんかいろんな人とねそういう喜びをね分かち合えたらすごく嬉しいなと思いますんで、ちょっとこういう動画投稿はごめんなさい、ちょっと働きながらになっちゃうんで、結構頻度がねまちまちで不定期にはなってしまうんですけれども、今後も発信をしていきたいなと、そして一緒にね盛り上がっていきたいなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなところですかね。以上、ルータでした。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ではでは。